1950から70年代 REF11675 今回ご紹介するのはラドーの自動巻き時計ゴールデンホースです。王者の風格というキャッチコピーで売り出されたラドーの代表作。1958年に日本で初めて発売され人気を博しました。本品は金ムーブメント CAL1700-01 を搭載した初期製造の30席モデルです。文字盤は放射仕上げのシルバーカラー、アップライトインデックスとエッジの際立つドルフィンハンドの組み合わせ、3時1に赤デイト表示、12時1に自動巻きの証、アンカーマーク、6時1には辰の落とし子が配されたシリーズのオーソドックスデザインです。SS ケースはラウンドフォルム、裏蓋は防水性、気密性に優れたスクリューバッグです。バンドは社外製の革ベルトを装着しています。ディテールにこだわったラドーの一品。洗練された上質なデザインですので、ビジネスシーンや普段使いからフォーマルまで幅広い場面で活躍できるかと思います。ダイヤル、文字盤、焼け、スポット、汚れなどの経年変化が認められます。文字のかすれ消えはありません。針、インデックスはやや経年変化しています。12時1のアンカーマークは稼働します。自動で動くわけではありません。ケース、裏蓋、チレ、小傷、腐食が認められます。裏蓋はオープナー痕が見られます。刻印は鮮明です。大きなへこみなどはありません。風防。特に目につく傷やスクラッチなどはありません。装着しての日常視認性も十分に確保されています。ベルト、社外製です。使用感はありません。すぐに装着可能です。操作方法、ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは時計本体を小中で軽く振り、手動でリューズを巻き上げて針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能はありません。デイトは針を回して調整します。デイトを変更した後、一旦針を前日の午後8時あたりまで繰り戻した後、反転して進めるとクイックチェンジできます。付属品、機械写真です。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は 18mm、 ケース径は約 34mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 42mm、 厚さ約 11mm、 風防含むです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。